チャオ、あっちゃんです。今日ね、伊勢神宮内宮さんに参拝来て、で、このね、おかげ横丁を通って帰っていきましょう。なんか食べていきましょうか。はい、バイクで、バイクだから汚い、うん、参拝がメインなのか乗りたいのがメインか、どっちか。乗りたいやろ。乗りたいから、目的地ないからここ来るって、うん、多いやろな、それの G がそうやって低いやん。え、違う、 G はな、ツーリング行くのにな、あの場所があれね、神社やって、いつも早く良く免許取ってください。免許取ってください。ちゃうちゃう、車。なら、あっちゃんビール飲めるやんか。しんどいやん。ちゃう、ええの買うやんか。ウルスか、ウルス。ハンマー買おうか。うん、これ逃げた。市内売ってるで、前こんなん買わへんな、でっかいふがし。え、買った覚えない。もしもあったゆいや、え、ガチャン3件くらい、なんでやねん。いやいやし、日曜日負けやんなんで。ステーキ串、なんかコロッケとか閉まってるやんか。小豆ばばね、伊勢うどん。あ、起きた、伊勢うどん食べた。なんな、お腹減ってないのに。あ、こんなん。アワビ牛。コロッケだ。あれいらん、カキフライだ。急いで食べたよな。せやろ、せやろ。一本。ここじゃないの？満金なね。お団子やん。聞いてね。みたらし団子いらん。いらん。イカのペンペン焼き、おみくじ、おつけか。ここで飲んでバナさんのやろ。サンマ寿司、これ山村牛乳のアイス食べて、スタバできんのや。こう、このアイス食べたいねんけどな、寒いや今日は。
カキフライ食べる？いらない。え、ね、イカはいらん？ニコイコかんだ。え、うん、うん、食べ歩きで。ほんまや。カキフライ食べましょうか。はい、すいません、お待たせしました。カキフライ2粒。はい。食べ歩きでよろしかったですか？はい。300円ですね。はい。はい、15番でお願いします。ありがとうございます。鳥がね、かわいいかわいい。出てきた。すっごいなんかな、ええ棒持ってる。でもスマホやん。いや、やっぱ本格的にカメラでいいかな。許されへん、YouTuber は。まあ見極めて食べてんのあれ。うん。あの旬で。そう。ゲームも賢い。賢い。これうまそう。これまあ良さそうみたいな。カキフライじゃない。ビールじゃないな。うん。カキフライとビール。あ、出るな。うん。飲みたい。飲んでからさ、何時間くらい経っていくか運転してんの。うん、まあ人にもよる。4、5時間とかでも残る人やったらもっと8時間とか。君飲んでるねって言われる。うん、言われるよ。あかんよ、絶対あかんよ。うん、明らかもう1日経ってんのに君飲んでるねって言われへんのに酔ってるやつなんて俺。てか酒みんな飲んでて自分飲んでなかったもんな、匂いの空気で酔ってな、のねんねって言われる人もんねえで。弱い人はどうなんだ。うん、まあこうハーってやった時にアルコールが出たらダメ。はい、15番さんお待たせしました。はい、ありがとう。歩きをゆっくり食べて歩いてください。暑いで、うん、なんか美味しいですよ。暑ない？暑い。まあまあ。ガラスうんこ落とされて。なんでやん、タルタルや。マガタマ買える。マガタマだ。欲しかったら買ってみれ。あ、まさか牛のコロッケ買う。コロッケ買う、まさか牛の。コロッケ食べる、まさか牛の。食べるコロッケ。みんなで分け分けする？
あ、肉まん、どっちがいい？肉まんとコロッケどっちがいい？肉まんコロッケどっちがいい？どっちがいいか、肉まんとコロッケと。いらん？辛そうやな。肉まんがよ、肉まんとコロッケどっち食べたい？どっちも好きやん、両方行こうか。え？両方行く？うん、両方行ってもいいで、3人で分けて食べてもいいし、コロッケと、まあ、ね、松阪牛の肉まん一つとコロッケ一つと、はい、はい、はい、ありがとう、もらって、ありがとう、ここで食べよう、ちょうど休みやし、ね、それは松阪牛のコロッケ、みんなで食べよう、よし、ちょっとこの辺で、よっこいしょ、ちょっと置くわ、よいしょ、はい、カキフライと松阪牛のコロッケと肉まんを買いました。ちょっとね、カメラ置くわ、地べたに。危ない危ない。ではいただきます。まずカキフライ、カキフライはね、量はもう1個食べてね、あとあっちゃんの分なんで、いただきます。うまっ、カキフライ美味しいね、もう食べ、あのちょっとだけ、食事だけ残しておいたよ、おいしい、もう食べた、うん、美味しいね、コロッケ美味しいな、めっちゃ美味しい、うん、昔な、一番最初に寄ったとこあったやろ、岸名に、コンビニちゃう、次ブリトじゃない、あの道の駅で寮が車乗ったとこ、寝とって寄ったやん、道の駅のとこへ、え、の手前、そこで松阪牛のこの豚を売ってて、1個500円で、食べたら量がめっちゃ美味しい、もう1個欲しい言うて、自分で買うてき言うて、自分で買いに行ってんの、まだ光が生まれたぐらい、生まれる前ぐらい、その頃から松阪牛の豚も大好きや、うまっ美味しい、これはめちゃくちゃ美味しい、あ、原油クリームがついちゃったわ、あれゴミやな、どこにどこ、ゴミ捨ててくるわ、ここゴミ箱やわ、ちょ、ゴミ箱やってゴミ入っとったもん、
はい、ね、ちょっとね、食べて、おいしい。あ、何だっけ、松阪牛のコロッケと、豚まん食べました。美味しかった。量好きやからね。残りあげてきてんけど。